はい、今回は静岡県知事と自衛隊についてということでですね、お伝えしていきますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。このですね、静岡県知事のこの川勝っていう人なんですね。なんだかよくわからない人ですけど、何考えてるんでしょうね、これ。普通に調べてもあんまりちょっとわからないところもあるんで、僕の思うところの解釈っていうことで、お伝えしていきますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。このですね、静岡県知事のこの川勝っていう、この県知事、この言ってることとやってることがさっぱり、理解不能なんですよ。この安倍元首相のですね、国葬の背後で、実はですね、その安倍元首相の国葬より大変なことがあったと思うんですよ。何かっていうと、静岡県がですね、台風の影響で、たくさんの世帯が断水、水が行き届かなくなって困っていた状態があるんですよ。で、この県のですね、わからないところっていうのがいくつもありまして、こういう大変な状態、断水の状態があるのにもかかわらず、全然報道に上がってこないんですよ。だからそれっていうのも分かりませんけど、マスコミの裏側で、この安倍元首相の国葬があるから、意図的にそういうこの情報を出さなかったのかっていうのも思うんですけど、とにかく大変なことなわけじゃないですか。静岡県の県民の方がですね、この台風に、直撃して、でその時にこの県知事の川勝っていうんですか、これ全くおかしいことやったんですよ。で、ことの真相っていうのははっきり言って分かりません、なんだか。ただいろいろ調べて考えてみると、この静岡県知事の川勝っていうのは自衛隊の要請を意図的に出さなかったんじゃないかって僕思うんですよ。意味が、分からないんですけど、静岡県でですね、県民の方が台風の影響で、大変な目に遭っている、断水の状態になっているにもかかわらず、策を講じないし、なぜだか知りませんが、自衛隊を意図的に要請を遅らせたんじゃないかと思うんですよ。で、これっていうのは、僕は安倍元首相の国葬の件で自衛隊の人数を取られたからかと思ったんですけど、どうやらそうでもないっていうこともあるらしいんですよ。で、はっきり言って意味がわからないんですよね。なんだか考えても調べてもよくわからないんですけど、なんだかわかりませんけどね、静岡県民が困ってるわけじゃないですか。台風が直撃して断水になってね、実際これ地元の方がSNS で上げてましたけど、高齢者の方がですね、水が行き届かなくなって本当に大変なことになってるっていう、そういった情報もあったんですよ。日本国民ですよ、静岡県民の日本国民がですね、大変なところの状況に追い詰められてるわけですが、なぜ何もしないんでしょうか。全く理解不能です。で、この静岡県知事の川勝が意図的に自衛隊を出さなかった、その疑惑っていうのがあるんですよ。その疑惑が何かっていうと、この県知事のですね、川勝が、自衛隊が来なかったことを、こう何やら市長が、悪いみたいな、その市長のせいにしてるような、そういったようなことを言ってるんですよ。はっきり言って別に誰が悪いとかじゃなくて、県知事なんですから、県民が困ってるわけじゃないですか。つべこべ言わずやれよって話ですよ。日本国民が生活に困ってる、そういった状態にある中で、なぜこういうのをやらないのか、全く意味が分からないんですね。考えても分からないし、調べても分からないし、もう訳が分からないんで、この県知事。で、おそらくこの県知事が何もしないからでしょうね。詳細は分からないですけど、市長とか他の県知事以外の方々がですね、愛知とか岐阜とか三重とかっていったところに給水車の手配をして、なんとか県民の方の生活をということで、配慮っていうか手配をしてたんですよ。本当に分からないんですけど、台風が直撃して静岡県民が困ってるっていうのに、なぜこれ県知事って何もしないんでしょうか。全くもう本当理解不能ですね。全く、静岡県民のことを1ミリも考えているとは思えないような、その行動をしてるんですよ。で、
僕はね、はっきりとってのは分かりませんけど、こう思ったんですよ。安倍元首相の国葬があるから、ね、このメディアもそれを裏側で抑えていたのかなと思ってね。で、安倍元首相の国葬にも自衛隊が多く駆り出されていたんで、まあ、そちらに人数を取られていたからね、まあ、それにしてもおかしいですけどね。うん、まあ、表現がいいか分かりませんけど、国葬、国葬って言ってますけどね。その売国奴ですから、賛成反対があるって、もそれよりはこの実際今リアルに困ってる静岡県民に手を差し伸べる、そういう、必要があると思います。だからもう全くよくね、日本国民のためにならないとかって言いますけど、この静岡県知事のこの川勝っていうのは本当にもう次元を超えておかしいですよ。全く県民のことを考えてない、地元の方のことを全く考えていないんですよ、本当に。うん、調べて考えてもわけがわからないしね、何者なのかと思いますよ。で、まあ一部で言われてるんですけど、まあこの静岡県知事の川勝っていうのは、このメガソーラーの件でね、まあいわゆるその外国でしょうね、ネズミ国とかそういったところにまあ忖度する、その売国奴であるって言ったことを言われてる、ことがあるみたいなんですが、もうとりあえずそういうこともあるんでしょうけど、もう県民のことを考えない知事とか、全くもう、もう早速もうやめてもらいたい、辞職してもらいたいです。これ以上ですね、日本国民が困るようなことをするもう政治家とか、全くね、不要ですから、もう訳がわからないんでね。僕は結構どちらかというと、安倍元首相の安倍のね、国葬の件を調べていたんですが、どちらかというと僕はこっちの方が気になりますね。うん、ね、普通に過ごしてる、国民、日本国民がですね、その静岡県民の方が、この厳しい状態に追い詰められてるわけですよ。その台風の被害、水害、断水とかっていうことでね。で、このことっていうのは全然報道に上がってこないんで、もう本当に静岡県民の方が、もうなるべく早くね、まあ、その特に先ほど言いましたけど、高齢者の方が大変だって言われてるんで、まあ、生活が元に戻ることを願います。まあ、ということで、ちょっと真相がわからないんですが、もう訳はわからないですからね。この静岡県知事の川勝っていう、まあ、この人物、おそらく意図的に自衛隊を出さなかった、自衛隊に要請しなかったと思いますね。なぜなのかっていうのは分かりません。理由が分からない。うん、ただ、おかしいとしか、思わないっていうことで、皆さんもこのことを思ってらっしゃるかもしれないんで、何かしらになっていただければと思ってお伝えさせていただきました。今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。